清水プレゼンツボム36後半戦第8試合 WMC 日本ウェルター級 66.68kg タイトルマッチ3分5ラウンドで行われます。カズ VS ヨギのタイトルマッチです。さあ伊勢選手、はい、今度はタイトルマッチということでより緊張感が増してきそうな感じがしてきましたね。そうですね、うん、ベルトを取るためにみんな試合できているので、はい、また違った緊張感ありますね、うん、はい。このカズなんですが WMC 日本ウェルター級王者、そして KOS のウェルター級の第4代王者ということになってまして、昨年あの11月ボムウェーブ6で森木和義と対戦し4ラウンド肘で TKO 勝利を飾って KOS のウェルター級の王座も獲得しています。対するは沖縄県那覇市出身琉球の悪童ヨギ。勝つのはヨギかカズか。タイトルマッチ始まりました。画面左側こちらが画面左側がですねこちらヨギですね。そして右側がカズとなっています。両方とも黒のトランクスを履いています。おお、まずヨギが圧力をかけていく。ボディが当たりました。いい、ね、足にテープを貼っている方がヨギです。5ラウンドあるのでね、今回5ラウンドで細分もしっかり考えていかないと。お飛ばしていきますね。おお、ね、パンチを当てていく勢いのあるファイターヨギ。右ミドル、そしてパンチ、重いパンチありますねヨギね、はい、首相撲はどうか。ヨギは1997年生まれのファイター、25歳のファイターです。175センチ、オーソドックススタイルのファイターです。一方カズはサウスポースタイル、得意技はミドルキックとなっています。まずローを当てていく森木。おお、ロギック、これはバランス崩した。ダウンではありません、スリップです。インローを放っていく森木、あ失礼カズ。カズがキックを打っていきます。あそしてハイキックカズ、コスコス当てていきますカズ。あそして強烈なボディがあるヨギ。一夜の目からすごいですね。お互いソース打ってきますね。カズの蹴りか、それともヨギの重いパンチか。第1ラウンドから激しい攻防を繰り広げています。おーカズのハイキック、冷静に騒ぎます。おー左、カズの左が入りました。あっという間に第1ラウンド残り時間1分を切りました。おお、梅野さん、これヨギのパンチかそれともカズの蹴りかっていうところですかね。第1ラウンドはそうですね、結構2人ともガンガン前に行ってこう行ってね、これ後半が後半までこのペースで持つのかなっていうのは、スタミナがねちょっとどうなるか。3分5ラウンドで行われる戦いです。 WMC 日本ウェルター級をかけたタイトルマッチです。結構どっちも1ラウンド目から倒しに行ってますよね。なんかもうそうですね、なんかそういう風に見えますね。仕留めにかかるか。ローキックを打っていくのがヨギ。あーカズもパンチで返す。ここで第1ラウンド終了。カズは神奈川県横浜市出身、地元での開催に燃えていることでしょう。1988年7月24日生まれ、身長は180センチ、サウスポースタイル、得意技はミドルキックとなっています。 WMC の日本ウェルター級王者、そして20戦戦って11勝7敗2分け、うち 3KO となっています。昨年11月に行われたボムウェーブ6では森木和義と対戦し4ラウンド肘で TKO 勝利を収めています。KOS のウェルター級の王座も獲得しているファイター。
一方、ヨギは琉球の悪童という異名が付けられています。出身は沖縄県那覇市、1997年1月4日生まれ、身長は175センチ、オーソドックススタイルです。6戦戦って4勝1敗1分けボム初参戦となっております。まあ、第1ラウンドが終了しましたが、梅野さん、はい、第2ラウンドはどの辺に注目したらいいですかね、この両者。そうですね、この1ラウンド目のあの手数の多さがお互いこの2ラウンド目も続くのかどうなのかなっていうのは、はい、気になるところですけどね。うん、おー、ここですね、ダウンを奪ったヨギ、ナイスストレート。あ、これはノーダウンの判定か。お、今でも ダメージは絶対なったと思うので、ちょっとね、なんかヒットしたようにも見ましたけども。あ、そして肘、肘も入りましたね。肘を当てていくヨギ、そしてパンチダウン、肘も切れましたしね。パンチからの蹴り、肘パンチ蹴りと入りました。あ、効いてますね、ダメージありますね。大丈夫か、カズのおでこが赤くなっている、出血が見られます。これは重い、ここでタイムストップがかかる。いや、容器勢いありますね。まあ、肘による有効だということであります。止めてほしくなかった、ね、止めない方が良かったですね。どうか今はカズ選手、はい、足が揃う場面が時々あるんですよ、サウスポー後ろに左足があるんですけど、たまにこう前に行くときに、うん、さっきもストレートもらっちゃったので、うん、その時ちょっと危ないですよね、足揃う。なるほど、はい、この勢いで行った方がいいですね。ヨギ選手はこの相手がダメージあるうちに、はい、もうこのラウンドで倒しておきたいですよね。ヨギにとってはチャンス、おお、これはあ、これでも当たったんですかね、今の。当たってますね、当たってますね、ちょっとパンチが当たったように思います。あ、ここでちょっと血がまた再び滴り落ちます。カズ耐えられるか、二段蹴りを打つ。カズ選手焦んない方がいいですね、このラウンドはちょっと。バックブロー、バックブロー返し、攻めていきます。あーっと止めた、入りましたね、最後とんでもないファイターが現れました。ナイス右でしたね。2ラウンド3ダウンを奪ったヨギが WMC の日本ウェルター級のタイトルマッチを制しました。いいタイミングが入りましたね。いや、ヨギの打撃が見事にはまる、はまる、全部右でしたかね、でしたね。リプレイ見てみましょう。ナイス、一斉選手どうでしたか、この動き。そうですね、これもう2ラウンド目で倒しに行ってたので、はい、倒すって決めていったから、その判断が良かったですね。いや、勢いがありましたね。梅野さんはどうご覧になっていかがだったでしょう。そうですね、本当にもうヨギ選手1ラウンド目からガンガン行ってたんで、やっぱり自信がないと自分の打撃にあそこまで1ラウンド目から行けないと思うんで、はい、こうやってこう自信持って1ラウンド目から自分のペースに持ってたっていうのはもういいんじゃないですか。今回この勝ち方をしたことによって、うん、次戦も1ラウンド目から自信持って、はい、いけると思うんで、今後どんどんこれ倒せるファイターだなって見て思ったんで、うん、今後の試合がより楽しみですね。そうですね、これボム今回初参戦で、そしてウェルター級のタイトルマッチでプロも今回で7戦目ということで、これからねまたどんどんね期待できるファイターでありますよね。面白いですね。さあ、第8試合見事勝利を果たして WMC 日本ウェルター級のベルトを巻きました、琉球の悪童ヨギ、今後の戦いも期待したいところです。